で、中国さえも抜いて、アフリカが世界最大市場になっていくと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はトヨタ通商投資対象としてはということでやっていきたいと思います。はい、結論は高配当、しかも株価も上がるというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、トヨタ通商ですね、投資家目線で投資対象として見た場合、高配当だと、しかも株価はかなり割安ということで、トヨタ通商はですね、一見買い増しを続けながら長期的に複利で資産形成していきたい賢明な投資家にとっては魅力的な投資対象の一つに見えるということです。はい、なおということで、トヨタ自動車とトヨタ通商の関係から整理していくと、親会社がトヨタ自動車で子会社がトヨタ通商ということですね。で、法律的にはですね、完全親会社完全子会社というふうになると、株で 50.1% っていうのが基準になるので、法律的にはですね、親会社子会社ではなくて持ち分適用会社というふうになっています。トヨタ自動車がトヨタ通商の21.6%、 つまり 20% 以上保有しているということで、トヨタ自動車の持ち分適用会社が、トヨタ通商というのが、法律的な立ち位置というふうになっています。はい、またということで、トヨタ自動車とトヨタ通商の違いなんですけれども、例えばということで、トヨタ自動車は自動車の製造販売ですよね。特に一番グループの親会社であるトヨタ自動車は完成車の製造販売、それに対してトヨタ通商は輸出もしくは海外の現地販売支援というのが中心になっています。はい、それしてトヨタ自動車の場合はですね、完成車が中心ですけれども、トヨタ通商の場合は商社という位置づけですので、ありとあらゆるものは扱えるということですね。だから自動車に関連する金属ですね、そして自動車部品、そして完成車などを扱っているということです。はい、そしてトヨタ自動車の場合はやっぱり完成車を最終的に買ってくれる最終消費者がですね、顧客の中心ということになりますけれども、トヨタ通商の場合は商社ですので、だから資源とか部品とかも扱っているので、なので法人も重要顧客になっているということですね。はい、そしてトヨタ通商の場合は売上の中心っていうのが北米と日本というのが中心になっていますけれども、トヨタ通商の場合は特にアフリカで大きな売上っていうのを上げているということですね。はい、こういった違いっていうのがありますということですね。はい、なお、当期純利益に関して言うとですね、2013年から22年で比べたときに、トヨタは当期純利益が3倍になりましたと。で、トヨタ通商の場合は 3.3 倍になりましたということですね。はい、なので、当期純利益っていうですね、株主にとっての分配原資っていうのが増えてますから、だから株価の方もですね、トヨタの方は2013年から22年で 1.8 倍、でトヨタ通商の場合は 1.9 倍になったということです。はい、で利益株価ともにですね、子会社のトヨタ通商の方が親会社トヨタ自動車を上昇率ではですね上回っているということです。はい、子が親を上回っているというのがトヨタ通商のすごいところということです。はい、ただということで、トヨタ自動車トヨタ通商いずれにしてもですね、やっぱり今後に一番大きな影響を与えるのは、自動車市場ということですよね。それは完成車を扱っているトヨタ自動車にとっても、資源自動車部品、もしくは、ですね、輸出、そういったのを扱っているトヨタ通商にとっても、結局どれぐらい伸びるかって言ったら、一番大きな影響というのは自動車市場そのものということですね。はい、という点では、はっきり言って2社は全く共通しているということです。はい、だからということで、トヨタ自動車とトヨタ通商の2社への投資っていうのは、はっきり言って、リスク分散にはならないということですね。はい、ゆえにということで、当然のことですけれども、もし投資対象として検討するというのであれば、トヨタ自動車とトヨタ通商の、2社のうち1社だけの、投資を検討するということになるということです。はい、ではということで、トヨタ自動車ではなく、あえてトヨタ通商を検討した方がいいとするならば、どういったところに注目してですね、企業分析っていうのを、より深掘りしていけばいいのかという、その注目ポイントっていうのを挙げたいと思うんですけれども、大きくは2点あるというふうに思っています。はい、トヨタ通商のですね、特徴ですけれども、一つは製品の面で、リチウムイオン電池に関することで、もう一つは地域ですね、アフリカに関すること、今回はこの2点っていうのを今後の注目ポイントというふうに挙げておきたいと思います。はい、まずということで、1点目ですね、製品リチウムイオン電池
電池なんですけれども、はい、まあ、過去20世紀電池といえばマンガン電池が主流だったということですね。まあ、しかし現在21世紀に関しては、まあ、充電、蓄電、再利用もできる、まあ、リチウムイオン電池が主流になっているということですね。で、リチウムイオン電池は現在でもすでにですね、さまざまな用途にまあ利用されているということですね。あくまでも自動車、電気自動車っていうのはその一例であって、実際リチウムイオン電池っていうのは本当にいろんな用途で使われているということです。はい。そして今後なんですけれども、もちろんね、電気自動車用も含めということで、リチウムイオン電池の需要量というのは爆発的に伸びていく可能性が高いということですね。はい。対して、トヨタ通商はリチウムイオン電池に関してですね、最初のリチウムという資源から、そして原材料、部材加工ですね、そして電池そのものを製造して、最後使い終わった電池の再利用という、このですね、一貫体制ですね。だからもう資源、リチウムの確保というところから最後のリサイクル、再利用というところまで、一貫体制っていうのを構築することができているので、リチウムイオン電池をですね、トヨタ以外の自動車会社にも売れるし、そして自動車会社以外ですね、さまざまな用途に使われる電池なので、自動車会社以外の企業にも売れるというのがトヨタ通商の特徴ということです。はい。だから電気自動車完成車の需要増加率以上に、リチウムイオン電池単独の需要増加率が高かった場合、今後もトヨタ通商はトヨタ自動車を成長率で上回る可能性があるということです。はい。そしてもう一点ということなんですけど、はい、トヨタ通商の特徴、もう一つは地域アフリカということですね。はい。で、トヨタ通商はトヨタグループ全体の中でアフリカにおける販売代理店と呼んでもいいほど、アフリカでの販売割合っていうのが高いということです。はい。で、理由としてはですね、元フランス系でアフリカにもともと強かった総合商社っていうのを、トヨタ通商が買収して完全子会社化しているというのが大きいということです。はい。で、結果ですね、トヨタ通商はアフリカ全土、54カ国に製造もしくは販売の拠点というのを展開しているということです。はい。そして2030年以降ですね、人口の面ではインド、そして中国さえも抜いて、アフリカが世界最大市場になっていくということですね。はい。だからということで、北米アジア市場以上に、今後アフリカ市場の方が自動車販売の成長率っていうのが高くなった場合、今後もトヨタ通商はトヨタ自動車を成長率で上回る可能性があるということです。はい。このように、トヨタ通商に関してはですね、製品リチウムイオン電池、そして地域アフリカ、上記2つの成長市場に注目してですね、企業分析を深掘りしていった方がいいというふうに考えています。はい。なおということで、あくまでトヨタ通商単体で考えた場合ですけれども、中長期的に平均でも当期純利益で1540億円以上は安定的に稼ぐ力っていうのを、トヨタ通商は持っているというふうに分析しています。はい。であればということで、トヨタ通商の企業価値はですね、2.6 兆円だということですね。はい。では、株式市場の評価であるトヨタ通商の、現時点での時価総額はいくらになっているかというと、1.7 兆円で評価されているということですね。はい。だから割安ということです。はい。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、トヨタ通商の今後の株価はですね、4800円が7152円に上がるというふうに予想します。はい。ということで、今回はトヨタ通商投資対象としてはということなんですけど、高配当、しかも株価も上がるというのが今回の結論です。はい。もし今回の動画ですね、あんたのお役に立ったということであれば、チャンネル登録、メルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。